はい、おはようございます。今日は山に向かって走ってますけどもね、昨日からもうあんまり家にばかりいてもしょうがないなっていうんで外に出るようにして今日は車で出てきました。昨日はね歩いて5キロに登ったんですけど足がちょっと痛いですね。今日はドライブというか、まあちょっとした用事もあるんですけど、高知のね山に向かって走ってます。いい天気ですね。まあトランプ大統領が来るということで今朝のね日曜討論なんかでも日米関係についていろいろ議論されてますけど、まあマチカフェ TV の視点から言うと、まあ安倍首相トランプ大統領お互いに国内での支持率は低い、まあ人気がない大統領と総理大臣で、でお互いは日本においてはアメリカとの連携というのが政権の基礎ですからね、まあどんなに人気のない大統領でも日本国内においては日本の総理大臣とアメリカの大統領が親密に、まあ、ゴルフでもお茶でも何してもいいんですけど親密な関係を作るっていうのは非常に歓迎されるわけですよね。それだけで、政権支持率は上がると。で、まあアメリカの大統領にしても中国も日本も世界第1がアメリカで第2が中国で第3位が日本と経済大国ですから、まあそういう意味ではそもそも重要な交渉相手なんですが、今のトランプからするとよりですね、国内で人気のないロシア疑惑なんかでいろいろ追い込まれているトランプにすれば、なかなかしんどいところがありますね。降りる降りる、ちょっと待ってください。よいしょ。今日はね、伊野町、ここは日高村か、日高村まで来ましたね。農協のそばでいろいろあるんですけど、まあトランプにしてみると国内で人気がないけれど、この日本にしても韓国にしても中国にしても、まあ、アメリカの大統領と、まあ、トランプであれオバマであれ誰であれね、まあ、仲良くするというか、交流を深めるというのは非常に喜ばれますからね。だから今のトランプにしたら、なんていうのかな、世界の中でこの日本、韓国、中国、そして ASEAN というのは、まあ、歓迎されやすい国ですよね。ダメだなこれ、餅とかまんじゅうとかいろいろあると話にならんな
この干物はでかいな。わかな。ね、普通のアジの開きがこれ倍あるもんね。これ太いね。これでもあるやない。え？ハマチやない。ハマチの子よ。わかな。わかなだ。うん。いかん。アジは乗ってないかい。たっすいの。し誰か知らんおんちゃんやけど、まあ大体こんな風に話するのよね、田舎者同士は。いきなり。サバのフライ。あ、いかん。これ放送どころじゃないの。放送どころじゃない。なんかだし巻き卵とかうまそうやな。まあ、要するにそのトランプのね、この訪日訪韓訪中、そして ASEAN 諸国歴訪っていうのは、まあ、トランプ政権にとっては外交でしっかりやりますよと。しかもそのアメリカの軍需産業のね、売り先としてしっかりミサイル兵器売ってきますよというアピールにもなるんですよね。だから今こう国内で非常に厳しい立場の、トランプにしてみると割と生きやすいっていうかね、尋ねやすいこのアジア諸国、まあ、歓迎されやすい。ヨーロッパなんか行ったらトランプは来るな帰れって言われますからね。まあ連休であんまり魚、まあここは山だからね、ここは港町じゃない、山なんでそんなに魚があるわけじゃないからね。はい、おはようございます。今日はね、これからもう少し、ここは日高村って、高知市内から車で 3,40 分来たところなんですけど、まだもう少し、山の方に登って、ちょっと所用を済ませて、さっき見たようにね、この美味しい地物、こういうふれあい市っていう、ここはふれあい市っていうところですけど、まあ農協だとか、地元の方々がね、農家の方が直販市みたいに出してる、まあ、こういう植木とかね、ない。ちょっとおかずがあったら買って帰るみたいなところですけどね。まあトランプとねえ安倍、まあお互いが今ちょうどこう利害関係が一致して。安倍は日米関係強固であるってことをアピールして、得点を稼ぎたいし、まあ、トランプも、外交でねしっかり得点を稼ぎたい、まあ、そこでやっぱりトランプがこのミサイルを売って売って売りまくるっていう方向に出るでしょうね。でもう安倍政権に至っては昨日トランプドーターイバンカが来て、あの57億円のイバンカの提唱する基金への57億円の拠出っていうのは随分前に決まっていたそうですね。
我々は全然聞かされて知らない、国民は知らないけども、まあ、57億円拠出するのは以前決まっていたことを改めて発表しているんだそうですね。つまり、安倍、まあこれは安倍の姑息なやり方というよりも、まあ、それも一つの外交の方法なんだろうけど、トランプ大統領の、まあ、懐刀である、イバンカの、まあ、プライベートなというか、彼女が提案する基金に57億円を支出をするということで、イバンカのご機嫌を取って、それでイバンカを通じてトランプと交渉するチャンネルを強くしていったという、これはあの安倍政権の戦略でしょうけど、まあいいか悪いかは別にして、今のところ成功してるわけですよね。ただそのゴルフの接待でも別にイバンカに、ご馳走しようが何しようが別にそれはそれで、いわゆるその賞をインとすれば馬から、うん、まあそういうアプローチの方法はいくらでもあるんでしょうけど、ただもうこの安倍政権の、なりふり構わぬトランプ政権へのすり寄りっていうのはですね、まあ、決して、日本にとっていい結果を招かないんじゃないかなと。で、マチカフェ TV でずっと言ってるように、あの将来のエネルギー問題がありますからね、エネルギー問題、うん、でトランプはシェールガスオイルを売りたい、シェールガス、これもあの液化天然ガスですからね、これを売りたい。でロシアのパイプラインも実はもう実現可能なところに来てる、まあ、でもここはもう本当にトランプはアメリカからその液化天然ガスを圧縮した形で、船でタンカーで運びたい。でそれはもう安倍政権はずっと水素社会の実現ということで、その液化天然ガスを分解することで、水素を得るわけですよね。だから石油メジャーの温存にしかならないし、アメリカのシェールガスオイルのガスを買ってそれを分解して、水素を得るということで、何のクリーンにでも、まあそれはあの燃やせば、水が出るだけなんでそこのところはクリーンですけども、石油製品を購入するという意味では何ら変わりがないわけですよね。まあ、そこで日本の液化天然ガスの受け入れの、仕組みがですね、アメリカからタンカーでもって、運んできた液化天然ガスを大きな日本のタンクに貯蔵するタイプの受け入れ体制を、まあ、安倍政権が急速に整えようとしている、まあ、トランプもそれを要請しようと、ここですよね。いやそうではなくて、そういう受け入れではなくて、逆にその対馬、福岡から対馬の下を海底トンネルでもって、釜山まで、つなげばもう、ロシアから平壌、ソウルを通って、まあ、ソウルの真ん中を通るかどうか知らないけど、まあ、朝鮮半島を縦断するような形でロシアから液化天然ガスが、供給されることも、日本が購入することも可能だと。そうなると全然コストが違うわけですよね。ところがこのトランプ政権の、そして安倍政権とトランプ政権のこの急速な
接近はですね、この背景にシェールガスのね、アメリカ産の液化天然ガスの、タンカーによる仕入れ、というのにつながってくると、まあ、私はそういう競争が背景にあって、今せめぎ合っているんだと、まあ、日本の将来のその経済的な発展に大きく差が出てくる。安いロシア産の液化天然ガスで、一度このパイプラインができればですね、どん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 、安いまま仕入れることができる、まあ、そのロシア産の液化天然ガスとアメリカ産の液化天然ガス、まあ、この仕入れ合戦に仕組みの作り方になってくると私は見てるんですけど、なかなかそういうことが表に出てこないのが非常にこう恐ろしいなと、なんかこう知らない間にね、日本の中では安い天然ガスがアメリカから、シェールガスの液化天然ガスがタンカーでアメリカから来るんならいいじゃないかと、で受け入れ体制も整った、ところがその背景には安い、ロシア産のパイプラインによる液化天然ガスが競争することなく排斥されている、そういうこの結局日本は不利を買うと、最後まで、軍事にしろエネルギーにしろ農産物にしろ結局はアメリカにおんぶに抱っこで、アメリカに蛇口をひねられたら終わりとい う仕組みを今作られている、そういうふうに感じますけどもね、そういう議論がないのは非常に寂しいですね、はい、またこんな、まあ、日米関係、そして今の極東アジアの関係とエネルギー問題、また自分もいろいろ勉強してね、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。じゃあちょっと今日は用を足しに、これからまだ山の奥にね、車で行ってきます。はい。じゃあ夜また会いましょう。